11時台のビールはいいね。何行こうか。じゃあすんげえ量あるよこれ。つなぎあるよ。とりあえず、とりあえず俺ね、リゴ食えなくなっちゃってるね。量、うん、前からそうでもいいからそれは加藤さんに食わくれたの。すいません、だし巻き卵みたい。だし巻き卵、はい、食べてくれよ。ゆでニラ玉です。すいません、だし巻き卵です。お疲れです。はい、チンピラみたいな腰にこれ毎回他のいろんなやつになんかセンスねえってよなんかたけしの映画に出てきそうな感じ。大悟これでもね、着心地いいんですよ。着心地いいんだ。着心地いいんですよ。生地がそなちねえぐらいのなんかコテコテですよね沖縄編だよ。これいいんですよ、質感が着てみると分かんねえよ。メイドインハワイなんですよだろうね、なんか、うん、ハワイ行ったことないよ。ないっすよ。え終わっていい。終わっちゃうか。じゃあ僕来ないんで、食っていいっすよ。え来ないの、はい、いいの。いいの。そうありがとう。どうぞ。お熱々間違いない。うまいじゃん。身が幸せ。起きた。いらっしゃいませ。寝起き感。寝起き感もあるし、やっぱちょっと小太りなんだよ。マジで。ちょっと小太りなんだよね、やっぱり。顔かな。まあでも痩せたね。シュッとした。どうしよう。普通にこの店にそう俺にとってシュールだったね。何がシュールだ。もう地元民になってるやん。赤羽で在住。もうね、昼飲みにしかできないんですわ、小餅は。小餅は。昆布の串揚げは。夜はもうほら、お風呂に入れないといけないよ、赤ちゃん。あまだ慣れない。いや、もう慣れてる。慣れた。でもこうやって耳をこうやって塞ぐだけよ。で耳入っちゃう、水入っちゃうから、はいはい、それやるんだけど、だんだんきつくなってる。耳が大きくなってるね、頭のサイズ。そう、そう、まあ、成長してるわ、こいつ。いやー、てか、ゆうたはゆうたはね、7時ぐらいになると思わないから俺は今日は会えない入れ替え制午前の午後のこんだけね、こんだけない6時間うすすすウロンちゃん、ウロンちゃん、ウロンちゃん後から行くから。カトさんは追い上げ欲しい、うん、テキーラ40杯今家系回ってんだよ俺実は。あ、マジで。家系ラーメンってみんな言うけど、家系ラーメンっていうのは吉村実さんが新杉田で作って家吉村があるのね。でそこで修行して、かつその認められた店しか直系って出していけない。要は家系ラーメンジャンルじゃないから。だから結局今ある家系ラーメンって何も関係ない。アリューだから。あれもアリューだから一角屋とかじゃない。一角屋とかね。一角屋か。そういう意味では直系食べてたことない人は家系食ったことない説明俺は思ってる。インスパイアのことで。そうそうそう、みんなインスパイアのことを地獄食った。あそこに小野屋って知ってる。全く知らない。聞いたこともない。吉村で働いたのが本牧屋で、本牧屋で働いたのが六角屋で、六角屋の下が鈴木屋だったから普通らしいね。家系だからラーメンといえばさ、俺らといえばさ、ラーメンって言ったら醤油ラーメンを思ってた。そうそうそう。でも横浜の人たちってもう豚骨醤油。そうそうそう。九州の人がねラーメンって言ったらもう豚骨だし、北海道だったら味噌。そうそう、それぞれラーメンっていう違う深い話してるね、これ。確かに家庭で出てきたラーメンって醤油ラーメンだったな。醤油ラーメンだよね。あの春木屋だ、俺の中でイメージ。やっぱりそれのベストコンディションってあるから、ラーメンと向き合うコンディション。
石神さんに見えてきた。ほんとだよ。品神さんだもん。初めましてナムの鬼である。ベストコンディションはもう酔った後です。酔った後はもうそれ最高。もう味がバグって分かんないから。酔って僕らはうめえ。元気にないっすね、この野郎。向き合っちゃいけない時間です。家系うめえっすよ。家系じゃねえから。直系でもいいし。それに一心というのは締めハンバーガーです。バーガーキング。ああそうね、締めハンバーガー。締めハンバーガー、いつぞやか俺らはもう締めラーメンに飽き足らず締めハンバーガー行こうで、みんなにむしゃむしゃ食って終わるっていう。締めむしゃむしゃ。すごいな。なんかもたれする。入ってこねえ。はい、私ジャックを踏み替えたわみたいな。いや、沖縄で締めステーキっていうことがあるんですよ。あ、そうなんだ。へぇ、それに乗っ取ってね。まあ、その伝統作法をこちら、品川海賊団では噛み砕いて、噛み砕いて締めハンバーガーだいぶ噛み砕いてたな。共通点肉しかないから。一回しかやってないし。ただ近くにあったらラーメン屋さんがその面倒くさいのもあるじゃん。バルトリューがないか。ということで、そうなんですよ。禁煙続いてんの。続いてますよ。やばっ。もう完全にもうやめたよ。完全だよ。もう完全ですよ。完全です。え？え？彼女とかに言われないんですか？やめてよ。あの、なんか、まあでも、まあやめてほしい。でもさ、積極的に吸ってほしいわけじゃない。多分やめたらやめたらやめた方がいいと思うよ。結構気使うときは。あ、やるんだ、ちゃんと。なんか、あの、喫煙席ないとかだったら、全然禁煙席行くし。あー、それは普通だよ。それ普通だよ。うぬぼれんじゃねえ。じゃあ、久保田さんも痩せようよ、次は。タバコじゃなくて。タバコと、あの、糖質制限同時にやろうよ。ストレス。半端ないな。一番痩せてた時期と、今ってどんぐらいちっちゃい。いや、俺だから20ぐらい。20キロ？そんな、あ、けど高校の頃が痩せすぎは55キロ。ああ、痩せすぎて、確かに。マイケル・ジャクソンだったもん。ほう、こうけど。俺一時期、久保田のことをマイケル・ジャクソンって言った時期があったんだけど、全然拾わなかったね、これだけは。悪いやるな。俺も気づかなかった。ね、でも、俺は結構言うじゃん、いろんなやつに。その言うね。だから、もうそういうキャラが確立されてたから、スルーしてた自分もいたかも。ああ、マイケル・ジャクソンの話。そうそうそう。あだ名の話。ああ、そっか。悪かった。いや、なんか大学の終わりぐらいの時に、多分このメンツと森健さんでなんかどっか旅かなんか行ってるやつがあって、その画像を見ると森健さんがすげえやつなんですよ。あの頃、何のやつだろう。沖縄に行くのお前、いつから太り出したの。わかんない。いつから。あ、最近じゃない。山手…26ぐらいって。ああ、京都行ったやつか。あ、いや、海外ビルの時もちょっと太ってた気がするな、あの時も。仮面ぐらいか、怖い。あの頃から結構なんかブクブク来てたな、こいつ来てるなってのあった。こいつ来るな、今からみたいなのある。流行るなみたいな。出し始めた。あった、そういうのあった。10日から10日から怠慢してるな、でもこいつだけ。こいつミニアルバムいいなみたいな。大型新人。ファースト来たらやべえんだよみたいな。テスト死んだね。結構遅くない、それも。いや、ちょっとショックすぎて。好きだったもんね。まあなあ、まあな。びっくりしました。そうね、俺もショックだったね。首吊りらしいですね。あ、自殺なんだ。結局、何だったの、何が原因とかもないでしょ、別に。わかんないでしょ。まあでも、なんか半年ぐらい前に、なんかアルバム出してたじゃん。打つ。その時になんかね、ファーストと比べるのやめろみたいな。あ、ハイブリッドセオリーと。ずっと言ってんの、それ。ちっちゃい。何かあったらもうファーストと比べられるし、あの頃と違うみたいな。全盛期と比べないんだし、世の常ですよ。ハイブリッドセオリーだって中学僕中学の時めっちゃ笑ったそうだよね。ちょっとギャップが。ドン・キホーテで CD 買いました。
ジョンキなんで売ってんの。なんかね、休み時間ずっとリンキンパーク聴いてるイメージがある。その頃ね。あの頃は、スリップノットのアイオワと、そうそうそうだね、とメテオラと、あとリゾルツメイバリーと、ああそうだね、リンプビゼキとか。でもリンプの リゾルツメイバリーメイバリー聞くとなんかちょっと世代のギャップ感じるんだよね。俺らやっぱりチョコレートとかその前のシグニフィカントアザーだから、僕のリアタイムのデッチだったらバイザーウェイ。そうなんだよ、ね、俺の場合はカルフォニケーションだから完全に。間違いタイプになっても古い感じなんだろうね、そのロック古いだろうね、多分ね。今年のフジロックもさ、結局ビョークとかなんだよ、フェイフェックスツインとか。あ、そう、なんか新しいのがもう全くない、もう全くない。え、もうフジロックは終わった先週。え、あ、そうか、4月とか4月のデッドライナー、え、サマソニー、はい、カスアビエ、まだいいか、カスアビエまだやってるの。あ、カービンハリス、ダンス系じゃん。全然、もうロックでもなんでもねえ。そうそう、ね、あんだね、音楽膝か46とびっくりだよね。え、そういうのも出んの。出んの。2日目のソニックステージっていうところのラインナップが、10年前だったらみんな欲しいっすか、バンドばっかで。ニューファウンドグローリー、ベニーワイズ、グッドシャーロット、ソニックなんかもう、ずっとやってんじゃん。チェスター死んないじゃん、はい、でそれだからワンオクロックが対バンでなんか やる予定だったんですよ。なんかリンキンバークとかいいからワンオクロックワンバンでやってくれみたいな。若い子たちが、子供たち、キッズたちが言ってらしいよ。モロフォロワーだから本当ね。びっくりするよね。ゲロハクソン、スティービー・ワンダーでしょ。なんか知らない黒人がワンクロックの曲パクってるんだけど。逆年代よ、年代よ。びっくりするよね、モノクロック。マジで新しい音前よな。あのさ、ヒップホップってのが出た当時さ、おっさんたちはやっぱね、70年代とか80年代のロックの世代のおっさんたちはヒップホップをバカにしたよ。でも俺は別にそういう世代じゃない、俺はヒップ世代じゃん。で今じゃあ新しい音出たかって言われるとないんだよ、マジでないっすね。ほんとないんだよ、新しい音が。なんか何かと何かのミックスなの。要は水曜日のカンパラレンだってさ、別にそんなもん、あんなもんね、ただのパンクリじゃん。俺的にはダブステップはすぐ来たと思ったね。あ、割と新しいなと思った。まあそうだね。だけどもうインターネットの時代だから、すぐ飽きられるよね。チルとかアンビエントとか、あの辺でどん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 最近なんか新しくなってももう目新しくならなくなる。データなんだよね、音楽は。そう結局 CD じゃないんだよ。で俺らの世代ってさ、やっぱジャケ買いとかさ、よくしたじゃん。俺さ、今考えると信じらんない。信じらんない。あれだって2000円とか、ね、3000円とかするんだけど、何にも聞けないのに2000円払うんだよ。でもね、それがいいんだよ。それがいいんだよ、それがいいんだよ、やっぱ。今の世代だってありえないって言われるんだろうね。あのジャケットでこう出る音の雰囲気。ああ、なるほど。まだ僕たちってギリギリ物の世代だよね。そうね、現物があるんですよ。で、ちょっとさ、あのシリアのなんか、テンションが高いか、あれにちょっとこれいいのかみたいな。なんとかが好きなやつにおすすめよ。意外と聞くとよくねえ。コーンプラスエフェクスツイン。どういうことだっけ。そうでもねえの聞いたら。YouTube でさ、気になったら見れちゃうじゃん、全部。だからね、ありがたみが全くないんだよ。軽くなりましたね。そう、音楽軽くなっちゃった。昔やっぱ買ってさ、 YouTube の中ではなかったから、価値がね、低くなっちゃったもんね、今音楽の。そうっすね。水曜日のカンパネラだよ。それ一点だけじゃないですか。あれを変に持ち上げる音楽知らねえガキの絶対みたいな。そう、あれが分かる。すげえ分かる。新しい機器を照らってるんだけど、そう、照らってるかみたいな。あれがちょっと鼻につくようになっちゃった。俺もだって変でしょっていうのが、っていうのがな、昔はまあそうなんでしょうけど。そうね、分かんない。俺単純かもしれないんだけど、なんかあそこまであの
わざとさ、変な箸にしたりとかすると、ちょっとダサく感じちゃうの、逆に。まあ、ダサく。微妙な、これ、わざとやってるのかわかんないぐらいが、やっぱちょっと。そんなの変わったものをすれば注目するのは当たり前の話じゃないですか。じゃあ正統派のロックでじゃあ勝負したやつも俺はかっこいいじゃないなって俺は今思うよね。ああ酒飲んでる時は気持ちが、すげえわかる。でもさ定期的に動画出してるのは過去なの？過去だよ、全部過去だよ。だからリアルタイムでね、出てると思ってる人がいるんだけど違うから。今出してる動画って2ヶ月前の動画だよ。明るい明るい。いや、昼から飲むいいな、ね、これさ浅草とか行ってもいいぐらいだね。あ、浅草冒涜だよね。暑いですか？ちょっと暑いですね。もう18度で撮ってるんで。どう？あ、ちょうどいい。この昼から飲む感じ、貝が来てる感じなんだけど観光だよね、もう完全に、うん、これホッピー通り。これがハッピー通りずっとさ、ハッピー通り違うしかうまくないこれだけ頼む。なんなら嫌だわ。夏野菜来ましたよ。あれ俺結構浴衣何やってんだ、お前。浴衣レンタル流行ってるんですよ。ただ歩くだけ。そうです。なんで歩きづらいじゃん。注目されるから。ああ、浴衣を着てる私を見ようって感じ。ナンパしなって感じ。厳しいお言葉ですな今のは。リアリティ、リアリティ。加藤さんはブスで厳しいよ。加藤と加藤と宇野は厳しいよ俺の中で。差別主義じゃん。暑い、暑いね。やばいやつ。いいですね久保田さん。ウイ飲みしちゃいけないやつ。お酒飲むようになったよ。飲むようになったよ。あの日本酒ちょっと好きになった。ああ、もう女の影響かな。ダダダラ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 。初アルコール日本酒量です今日。冬買いそうな顔したね今ね。加藤特有の。なんか川に浮かぶ。あれ浅草じゃないから。浅草じゃないから。ちょっとしかない。いい料理飲むハイボール。ハイボールどっち？あ、冷たい。冷たいのに嬉しい。さっきぬるかったね。うん、ここあれないの？アジフライ。あるある。ある。あと。ちょっと効果。アジフライマニア。アジフライ旅。中山ね、1日2枚やってます。ぬるいのアジフライ。もつ焼き。あー、いい、もつ焼きいいね。ピリ辛、ピリ辛。あー、これお酒に合う感じが。お、夏の精進料理。うまい。色がまた違うね、赤羽と。若干違うね、赤羽とは。衣が違うね。うん、赤。オイル。お、わかる、これ。でもそれね、言ってたよ。あのリリー・フランキーかな、誰かが最近、酒の魚がもうこの米に醤油をちょんってかけるぐらいでちょうどいいみたいなの言い出して。あの孤独のグルメのさ、うん、原作者の久住正之が孤独のグルメって20分ぐらい多分本編がやって、その後10分、5、6分ぐらい作者が、原作者がその店に行くっていう、フラットくすみてミニコーナーが実はあって、俺そのコーナーが一番好きなんだよ。要は、ゴローは要は酒飲めない設定なんだ、下戸なんだ。でもフラットくすみの原作者は酒飲むのかなって。すげえうまそうなんだ。でフラットくすみがその名言って言うのは、酒飲みっていうのは常に満腹にしたくないと。ちょびちょびっと食って楽しむっていうのがやっぱ酒飲みだなっていう。あの満腹にしたらもう終わっちゃうから、ストーリーが。だからグルメだよね、いろんなもんだと思う。またね、うまそうに食うんだよ、食って飲むんだよ。
俺は孤独のグルメはね、あのフラットくすみのコーナーの方がね、俺はいいと思う。これ多分流したら、品川信者はそうですよ、ね、間違いない。あ、そうなの。いや、昼でもいいでしょう。僕一番昼飲みが好きです。お、ね、これ続けていきますか、第2弾要はさ、家事とか子育てとかずっとやってるとさ、ストレス溜まってくるわけよ。可愛いけど、だからある程度お互い昼、夜に戻ってくるんだったらいいよって。で、嫁も嫁で出るって、うん、昼は俺見てるから昼行っていただいてみたいな。そうだね、大事だね、調整が。まあ、今日ちょっと暑さ慣れたんだけど。俺もなんだこれ、これが浅草ボーイですよね。あれが汗が見える。そうだね、そうだね、次行こう。すごいよ今日。すいません、はい、あとアジフライ。あ、アジフライあるんですか。アジフライ、七人前二切れなんですけど。いや、まさか新人さんに継いでもらうと思わなかった。以上にお仕上げしていただけるなんて。あ、何かの粉が、なんか粉がめっちゃ粉っぽい。粉落としだよこっちも粉ってるからね。あ、ここもかかっちゃうよ。まあしょうがない、これ外で飲むって俺らは悪い。乾杯、お疲れ様。冷えてますよ今日は。うまい、うまいわ。ゆでここの日本酒うまい。うまい。ゆで入れ直すか。中が悪い。全然言えた。夕日の目が出て辛煮込み、ここのおすすめ。うまそうだ。いやー、これうまそうだよ。結構出てくるんだけど。キザクラ。それね、2回目なんだよ。2、3回に置いた。ファーストインパクト、お、ありでしょこれ。あれ？まさかアジフライ3匹食うのもあった。1日でね。いや、おいしいっすよ。あっちも買いて。愉快だわ。濡れてて気持ち悪いわ。解放して。いやでも大体終わり。あ、これがあれ？あれが異常にうまい。あれが異常にうまい。あれ？うまい。あれうまい。匂いでも違うの。めっちゃうまい。これ異常にうまい。すげえ絡まってるけど。うまっ。そんなわけないでしょ。そうなんですよ。ここうまいわ。粉をしてきます。すごいよ。この後上の行くんで。あ、オッケー。ロケみたいになって。ロケみたいになってるよ。回転率の速さ。1時間いないんじゃない？人それ紫ババアがおるわ。あ、行ったわ、そうだ、ジョーの時じゃなかったっけ。ジョーですね。あ、うわぁ。すいません、扇風機を置いてやらせよ。すいません、今のは1650円にしてください。50円かく3000円だ、3000円。そんなの今、俺が3000円いつでも持ってここからちょっと落ち着いて飲みましょうよ。そうだよ。ちょっと待って、通信内ですっごく聞こえてございます。ご利用時間2時間制くらい。チーズタッカルビ食いたいな。あー、チーズ系食いたいかも。チーズタッカルビ今流行りのやつ。流行りなんですよ、これ。すごいよ、これ。花畑牧場っすよ。じゃあハイボール。じゃあじゃないから。じゃあハイボール。じゃあ俺、ウーロン茶。うん、俺もウーロン茶。ちょっとそれなくない。はい、アジフライじゃないですよね。はい、アジフライじゃないですよ。はい、じゃないです。4回目アジフライクラブやね。俺昼からこんな気分嫌だよ。ストレス、ストレス。4時半だからね。4時半か。いやー、昼じゃないんだもん。すげえな、4時半って。いい時間っちゃいい時間だ。準備はなになになに、カッカル、カッカルカルビ。何じゃ、何を発よって感じ。わけのわかんないもん、頼むじゃないよ。もういいなっつってたじゃん。チーズがいいなっつってたじゃん。ごちそうさまでした。何がお使いなのかわからないですけど、うまい。あ、これはいいよ。
チーズだったので今日 何品食ってんのマジで。チーズを入れるんですよ中にこれ。そうなの、ね、あったまったら、エロくねこれマジで。溶け出したガラス箱ですよ。 AV だよねこれね。 AV だねこれ。え、これ入れんのこれ中に。うわ絶対うめえじゃん。30代、親父が食うもんじゃないですけどね。男4人で。いや、チーズ好き、これもうたまんないでしょ。やばいっすかね。やばいよね。いや、もうこれもう境目やばいもん。そこだけで食いたいもんね。ちょっと今日しよう。あ、エロエロ待って。めっちゃいいですよ、これ。で、これエロいな。もう一回おかわり。どうしよう。動画おかわり。どうしよう。動く、え、動画だよね。動画ロケできた。やばいやばい、すごいやばいね。やばい、すげえ食ってんな。普通に食ってるよ冷静にね。さすがに5軒目だからトロトロになった。これをね、ぶち込むんですよ、この中に。なにこれ、ぶち込んでやるよ。欲しいんだろ。白いのがいっぱい。もうチーズだっか。これは 100% うめえやつじゃんか。ウニ見て。なんかオアシス。シゴロ行きたいな。うまかったね。シゴロ行きたいな。確かにうまかったな。これこれ。やばいでしょ、それ。チーズの暴力。アウトオレインチーズの。やっぱカルビって、カルビって肉ってことだよね。あ、ごめん。鶏肉とトッポギ。辛いんすか。甘辛く炒めたって感じ。辛っ。チーズさは消えてるかも。消えてるんすか。良さ消えてる。辛い。辛いんですか。辛い。辛いな、これ。これ辛いね。もう誰も食わないよね、これしかも。でもワイズがあるから、そのワイズの。ワイズに残っちゃった。家系があるから。腹に余力を残してるでしょ、ね。いや、大悟どう。待って、今正直に、今みんな腹の具合、何割。僕4割です。え、マジで。ちょっと、なんでお前が驚いてるの。ワイズ食おうとしてるお前が何驚いてる。まあ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 、いや、4割ぐらいじゃない。いや、俺正直言っていい、 8.5 割。そんなことないんだよ。正直言って9割。もう無理じゃないですか。ちょっと酒でごまかそう。あ、ね、これね、インドネシアもそうかもしれないけど、あの、名古屋にも似てるわ。あー、まあそうだね。食い続けてる。ハイボール。ハイボール。はい。どうですか。ハイボール。あ、すみません。ビール。ビール。はい、ここに来て水ください。水ね。風呂入って。なんなら寝てーって思っちゃった。Because films.